月22日は、江戸時代の日本の天文学者である。文語国吉吉藩南大西出身。もともとは、綾部生であったという。儒学者、綾部康政の4男。陽名は、小吉良で、名は康明。はじめ明より、後に合流と合した。幼少期から天体に興味を持ち、20歳くらいから、本格的な天体観測を行う。 召喚論などを読み、独学で天文学、医学を学んだ。ケプラーの第三法則を独自に発見したとされ、その内容は五世拠地の記法に記されている。すでに、ケプラーの法則については貫石によって日本にも伝来している時代であり、口述の通り、ケプラーの法則を使っての研究もしていることから、この浅田の独創については疑問視する意見もある。 ただ、浅田は、惑星の軌道を円と考えて、惑星の公転周期の事情が、軌道の半径の三乗に比例するとしており、つまりこの時点で、ケプラーの第一法則を知らなかったため、事実誤人が含まれているとはいえ、浅田の独創性については、間違いはない。法歴十三年に、ケプラーの法則を用いて、管理にはない同年九月一日の日食を予言し、 敵中。この日食は当時使用されていた、法歴歴に記されていなかったこともあり、浅田の名声を高めた。明和8年頃に、文豪を離れて、大阪に行き、そこで医師を制御としながら、天文学の研究を続けた。数定歴史を基盤に研究し、望遠鏡、反射鏡などの観測装置を改良し、理論を実測で確認、そして、家歴である。 自中法を設けるなど、その手法は近代的であった。オランダから輸入した初の購買率、グレゴリー式望遠鏡によって日本最古の月面観測図を記す。安永7年8年後に起こる日食の情報を三浦に手紙で送った際、その月面観測図を併記した。この手紙は所在不明とされていたが、影と潮が、 ガツの絵久保を見た男浅田合流を書くにあたり、資料を収集した際。際現所蔵者と現物を発見した。弟子に、高橋義時、山形万頭、相田重富らがいる。また中井畜山、中井利賢兄弟、三浦梅園とも交流した。大正5年、14人を追蔵された。月のクレーターである浅田は、浅田合流の名に由来する。 浅田合流の石碑、ありがとうございます。